35歳のサラリーマンが将棋界に起こした奇跡の実話。僕プロになりたいです。奨励会を抜けれんかったやつがプロなんかにできるわけないやろ。瀬川さんは将棋が好きだ。腹の底から。もう自分のためにだけ戦う将棋は終わったんだろう。その情熱が世界を動かす。泣き虫ショッタンの奇跡。